今日から通常国会が始まります能登半島自身の対応の審議のほか国会冒頭から自民党の派閥の裏金事件をめぐり予算委員会が開かれる異例の幕開けとなる中150日間に及ぶ論戦のポイントについて国会前から中継ですはい、最大のテーマは政治と金をめぐる問題です改革に望む姿勢を示す岸田総理ですが世論の批判を鎮められたとは言えず 冒頭から与野党が激しくぶつかる展開となります国会は冒頭安倍派の委員長が一斉に交代する異例の事態でさらに29日から政治と金をめぐる集中審議を行うこちらも異例の幕開けとなります最大の焦点は政治資金規制法改正の中身で 違法な会計処理の場合に政治家も責任を負う連座制の導入など再発防止策をめぐる攻防が予想されます今の岸田政権には危機管理能力がないと危機意識もないと、そして国民生活に目を向けていないということは明白だと思いますぜひこういう時だからこそですね また野党側は裏金を受け取った議員の政治責任も徹底追及する構えです、はい、瀬島さん、政治資金の問題をめぐって、自民党の動きはどうなっていますか小、はい、渕選対委員長の茂木派大会に続き、つい先ほど、関口参院会長、石井参院国対委員長など、参議院自民党の幹部ら4人が、新たに茂木派から退会する意向を固め、 さらに他の複数の議員も同調することが分かりました派閥大会が急速に広がり党内では衝撃が走る中先ほど岸田総理は麻生副総裁、茂木幹事長と会談し派閥解消をめぐる対応を協議したものとみられます茂木派、麻生派の対応に注目が集まる中麻生派は午後緊急集会を開く予定です 一方の安倍派では若手議員から塩谷座長や高木事務総長ら5人衆の自発的な離党や議員辞職など責任を求める声が噴出している状況ですが幹部側は反発し決着は見通せていません。安倍派は午後集まり対応を協議すす。る予定です